3人だ。いやー、というわけで、はい、どうもティラです。いやでもね、今日から3連休です。介護職にしては僕の初となる。でね、やっぱり3連休じゃん。まあ単純にね、ずっと同じデパートで過ごすってもあれだから、1日ぐらいちょっと日帰りでね、はい、出かけたいなって思います。で、出かける先がね、もう調べておいたの、昨日のうちにね、ちょっと大阪の方行ってみたいと思います。まあ普段ね、本当に一人でそういうとこ行くっていうのはなかなかないからね、一日で日帰りで帰れる特急電車とか使って、それでね、行こうと思います。着いた大阪駅。一回来たことあるんやんね、やっぱり。あの、過去にね、誰かしらのオフ会で来たはずなんよ。で、そこと全く今日のね、目的地が一緒なの。まさかの偶然で。いや、もう、でも迷ったわ。で、あそこ。ヨドバシカメラのマルチメディア。あそこね、前回、さ、あそこもでかいなって、一回読んだのが、あれそこも結構いろいろあるから、あそこに行きたいんよね。あそこだったら一日潰せるし、なんならポケモンセンターとかもあるから、ショッピングにマジ困んねえよ今日。いやー、ここか。ここいっぱいいろんなもんあるからね、一日ここに潰せんじゃねえ絶対。大阪駅あったけど、めっちゃあんじゃん、いっぱいあるな。ここだけで潰せるやろ1時間1日。めっちゃ駅だけでめっちゃあんもんな。飲食街も気になるし。でも、あえて切るんだ。ちょっと切れない切れない。そう。まあまあまあ。食べれば美味しいさ。多分美味しい。多かった。多かった。一人、一人前が多いな。時の広場やって、かっこいい。かっこいいだけだよね。あら、売ってんだ。もう電気屋にこんなん売ってんだな。パワーディレクター、電気屋に売ってるってすごくないか。俺のいとこの田舎じゃ売ってねえぞこんな。面白いことになったな。おはようございます、いいだと思う。やめよう。ガチじゃん、ガチじゃん。この辺りさ、この辺りガチじゃん。そこまでしなくてもよくないか。やってんな、トップランカーばっかおるやんけ。どないなってんねやこれは。もう少しで帰るか。いや、帰る電車混むなこれ。はーい、さーい、はい、ただいま帰ってきたよ。いやー疲れた。一つ目、マリル。ティラさん、マリルに似てるってよく言われる。なぜかこいつね、あ、手がこっちにちょっと出てんの、ずっと上に上がってんの、こいつだけ。おかしたなのに。だからこっちにめっちゃ手を上げてるからさ、なんだお前その目と思ってさ。本当だ、ティラってこうしてみるとマリルに似てる。ティラマリル説。もう一つね、すごいぞ。これはすごいぞ。もう一つは。これは田舎にはないよな。
はい。いいね。カムイのぬいぐるみ。カムイのぬいぐるみにさ、任天堂のキャラのぬいぐるみなんてあったんだ。いいね、カムコちゃん好きだし。ね。いや、いい感じだ、いい感じだ。このね、何の変哲もね、四角の塊にね、お湯を注ぐんですよ。見て、ほら。さっきまで箱だったのに、あっという間にこれマカロニになるんですよ。ね、匂いすごいもん、いい匂いしとるわ。ほら、マカロニパスタみたいになってんの。すごくない？